イオンタウン大抗ショッピングセンターは、愛知県名古屋市中村区大港1丁目19番42号に、ある、マックスバリュー東海が管理、運営する、ショッピングセンターである。各店舗として、マックスバリュー大港店が入居するほか、ウェルシアや飲食店等、複数の専門店が入居する。なお、詳細は、外部リンク、マックスバリュー大港店を参照。 JR 東海武道産が所有する旧 JR 東海総合病院跡地に建設されたマックスバリュー東海株式会社が管理運営をする商業施設である。回転時はイオン株式会社2008年8月21日よりイオンリテール株式会社に移管2010年2月21日よりマックスバリュー中教株式会社に移管 2013年3月1日にマックスバリュー、中部株式会社が、マックスバリュー、中京株式会社を吸収したことで、マックスバリュー、中部株式会社の運営に変更。2019年9月1日にマックスバリュー、東海株式会社が、マックスバリュー、中部株式会社を吸収したことで、マックスバリュー、東海株式会社の運営に変更と、 これまで4回の変更を経て5社が運営してきた。開設当初の建物概要は、L 字型の平屋建てで、敷地北東側に、各店舗のマックスバリュー対抗店、マックスバリューの南隣には、ウエルシア薬局株式会社が運営するウエルシアがあった。同店や、イオンリテール運営のディリーファッションストア、アイフックの店舗や書店をはじめとする、専門店街があった。 店舗西側には、名古屋セントラル病院がある。駐車場の大半が2018年度に、開通のアンダーパスが全線開通した。の都市計画道路、椿町線の予定地にかかっているため、数年で撤退するとの見方もあった。なお、名古屋市の2007年6月の市議会において、住宅都市局長は、イオンは駐車場の大半が、 都市計画道路の予定地であることを、あらかじめ認識した上で建設が進められており、営業保障問題は生じないと回答していた。また、出店前の大棚立地法の届けに対する意見書は349件提出された。2010年5月29日リニューアルオープンした。リニューアルに伴い5月27日20時に一旦、閉店し、翌28日は、 臨時休業して工事を行った。なお、この店舗は2011年11月21日に実施されたイオンリテール及びイオンビッグ運営の NSC のイオンタウン株式会社への移管措置は見送られた。現在は大規模小売店舗法による設置者はマックスバリュー倒壊となっている。2013年に 専門店街の入っていたマックスバリュー南西側の別館の大半が解体され、専門店の大半は撤退した。ウェルシア薬局や飲食店などは建物の残留部分に移動した。戦術の都市計画街路建設後は駐車場の敷地が2分され、名古屋セントラル病院側は病院駐車場となったが、イオンのメイン看板は設置されたままで、 駐車場入り口の矢印の部分が交差点の道案内に変更されている。ありがとうございます。